皆さん、こんにちは。アリョーナです。最近ね、報告動画非常に多くて、もうたまにね、コメントでも来たりしたぐらいなんですよね。何、最近釣りタイトルばっかりで、そろそろ言いませんかとか、別にね、こう、釣りタイトルだけ狙ってやってるわけではなくて、本当に3月って、まあ、なんかね、いろんなことがこう変わる月だから、まあ、本当に報告多くて、そのコメンテーターの皆さんには申し訳ないんですが、あと2、3件くらいは、報告は近いうちにあるかと思いますが、今日はね、ちょっと話題を変えて、私のね、旅先でのお笑い話をしたいと思います。まあ、結論から言うとですね、ちょっと私も自信がないんですが、もしかすると日本で初めていわゆるねワニさんに会ったかもしれません。ただですね、本当にその方がワニさんだったのか間違えたのか、なんかそこについては少しですね、私もわからないんですが、まあ、とにかくですね、経緯から話したいと思います。私は先日ですね、大好きな青森県に行ってきました。で、東京はね、もう暑い、あれですね、暑いですねがご挨拶になるくらいの季節になってきたんですけれども、先週の青森県はまだ本当に冬で、まあ、冬といってもですね、もう春を感じるくらいの冬なんですけれども、まだ寒くてですね、で私はお天気が良かったので雪山の八甲田山に登っていきました。今度ね、登山チャンネルの方で冬の八甲田山、もう天気ね、抜群で青空で無風で最高でしたので、今度冬の八甲田を紹介したいと思うんですが、でですね、八甲田といえばあそこありますよね。はい、私も何度も何度もお世話になったことありますが、酸ヶ湯っていう場所がありますよね。ちなみに面白い話をすると、都市ですね、シティで見れば世界一雪積もる地が青森市なんですよね。で、それには秘密があって、はい、実は酸ヶ湯という場所が非常に雪積もる場所ですけれども、そこがこう合併とかによって青森市に入って、で青森市が、まあ、世界一雪が積もる都市ではありますが、まあ、具体的にはこの八甲田のふもと酸ヶ湯という場所が非常にね、何メートルも積もるから、まあ、青森市が世界一なんですが、そうなんです、実は寒さと積雪量って関係なくて、私の母国は寒いだけで積雪量はそんなにないんですね。日本は気温はそんなにね、低くないんですが、こう海の気候ですかね、多分ね、逆に湿った空気入ったりとかして、結局積雪量は日本は半端ないんですよ。だから日本の雪国に住んでる方々ってすごいなっていつも思ってて、もう毎日毎日雪かきをしてね、頑張ってるから、結構ね、すごいなといつも思ってます。まあ、とにかくね、日本は雪国なんですが、でそんなね、雪国の青森県に、酸ヶ湯温泉っていうですね、非常にね、有名なお風呂がありまして、で、いくつかお風呂はね、あるんですが、その中で特に有名なのは、仙人風呂。仙人風呂というところですね。で、私も実はここ7年ぐらいにわたってですね、ほぼ毎年入っています。で、どんな場所かというと、ものすごい広いお風呂なので、名前がね、仙人風呂となっていまして、これやろうと思えば仙人も入るんじゃないかということで仙人風呂ですが、まあ仙人はどうかなと思いますが、100人はいるですね、というところで、で本当にこう歴史のある風情のある建物の中にそのお風呂があって、で、まあ、東北の昔のお風呂って混浴が多いんじゃないかなと思います。でも昔の方はそんなね、気にしてなかったし、文化が違ったので、まあ、そのままね、歴史的な価値のある温泉として残ってるんですが、で私も何度も入ったことがあって、でですね、お湯が濁ってて、しかもいつも湯気すごいので、まあ、この辺くらいまで浸かるとですね、何も透けないので、で入り口はこう分かれてるので、まあ、正直に言えば気にすることありませんでした。まあ、別にね、入っちゃえば、はい、あとはまあ女性だけのゾーンとかもあるし、ちょっとね、端っこにね、あとは女性用の湯服、温泉で着れる服もあるので、まあ、問題ないかと思ってて、いつも入っていました。で、私は基本的に温泉入るときは、ああいうね、温泉専用の服とか水着とか着るのが好きではなくて、まあ、せっかく温泉に入るなら
これ変な意味じゃないですよ。もう何も着ない方がやっぱりね、楽しめるから温まるしね。だからああいう服はもう着ないですし、普通にいつも通り入りました。はい。で、普通にまあ、混浴エリアが非常に広いので、そこまで行って、で、なんかまあなんか見られてるなと思って、まあ確かにいきなりこの顔のお姉さんがこう青森のそういう風呂に入ると見られてしまうのもわからないんでもないんですが、なんかいつも以上に視線を感じたんですね。で、それでちょっとお湯に浸かって、あ、ちょっと暑いな、一回上がりたいなと思って、また女性専用エリアに入ったんですね。なんかどんな感じかというと、こう壁があってこういう風にですね、で、女性がここから入って、で、この辺にいればもう見りないんですね、男性側とか混浴側からは。で、ここの壁こう越えてここ回るともうフォローがあってみんなが入るエリアだけど、この壁のこっち側にいたら、まあ基本的に女性専用のエリアで女性がゆっくりと入れるんですね。はい。で、そこのエリアに戻って一回出るじゃないですか、お湯からちょっと冷まそうと思ってからでもね。はい。で、そんで普通に出て、しばらくはそのままママが生まれた状態のままでちょっと座って休んで、でよし、じゃあお湯に戻ろうと思って、お湯に浸かった瞬間に、なんとこの壁のこっち側からなんとですね、男性の方がやってきましたってなって、で、その方は、私は、あ、この方間違えたのかなって私は思いましたけれども、確かにね、入り口が分かれてるのもそうですし、あと看板があるんですね、ここから女性専用エリアですとか、だから間違えた可能性はそれでも決してゼロではありませんけれども、なんかこの話を自分のツイッターに載っけたら、複数の方から、いや、実はこういう方っているんですよ、こう間違えたふりして実は全然間違ってなくて、あえてそこに行ったんですよっていうね、なんかそういう方もまあまあ一定数はいると聞いて、そんで私も事後的に、待って、これってもしかして私が人生で初めてこのワニさんという方に会ったかもしれないって思って、で、まあ幸いにもですね、タイミングよくて、こう、まあ、言っちゃえば何も 見られず済んだので、まあ私は本当にこう笑って終わったんですが、ちょっと面白かったですね。はい。まあそこで思ったのは、まあ確かにこういう間違えたか、まあ間違えてないかはわからないんですが、まあそういう方もいらっしゃるから、確かに女性が入るとすればなんか専用の服着た方が安心かなとは思いましたけれども、なんか自分としては面白くて、ずっと思い出すと笑ってしまいます。以前にもね、混浴風呂の話したことがあって、まあ、その時は完全にこう私のミスで、自分がいる場所と自分のこう巻けるタオルをすごい遠いところに置いて、で、いざ出なきゃいけない時にね、タオルがなくて、あれどうやって出るのみたいな状況になったこともあるんですが、今回はそうじゃなくてですね、もう男性の方が、まあ、女性エリアにね、潜入してきました。いけないですよね。まあ私としてはですね、無事に終わったので、なんかもう笑うしかないんですけれども、まあ最近は私にそんなことがありました。はい。で、最後に言いたいのは、なんかこの動画を見てスカイユーは入りたくないって思った女性がいたら、安心してください。ぜひ入ってほしいです。なんかそこが本当に素晴らしい場所で、お湯の質もいいですし、建物も素敵なので履いた方がいいです。で、もしも心配ならね、専用の服があるので、まあ、それを着て履いてみてください。で、私はね、まあ、できれば今後はそういう方には会いたくございません。よろしくお願いします。では、今日はね、ちょっとお笑い話でしたけれども、いかがでしたか？ぜひね、皆さんにも多分面白い話いっぱいあるかと思いますので、コメントでシェアしてください。はい、今日はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。では、バイバイ。ありがとうございました。また温泉入りたい。ちなみにね、スカユは、お湯の匂いが抜けるまで3日かかりました。結構シャワー浴びても浴びても洗っても洗っても時間はかかりました。バイバーイ。